はい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 、上上下下左右左右 PA 高橋名人です。どうも、毎度おなじみルローの番組ではない山田もたすんでございます。今回の動画はですね、ミニッツ 4x4 をハイラックスサーフのね走行動画になります。こちらのね箱に ここ右側に映ってます。あのミニッツ 4x4 をスタッカブルテレイン のこのようにね5枚ついてるので、5枚セットなので5枚をねこういう風に並べて早速ね走り出していきたいと思います。ここにねハイラックスサーフクいるんですけども、まずねプロポの電源をね入れさせていただきます。一応ねヤマダモータースのねカスタムしましたただ知る旗だけね。はい、でオンボタンを、まあラジコンね基本的にはねプロポからねオンして、次にねなんていうのこの本体の方ね、こちらのものをオンにしますね。まあそうすると大体ね、サーボがね、反応して、まっすぐになる感じですよね。ちょっとまっすぐになってないかな。ちょっとあれだね。ちょっとね、そういう時は、まあトリムなんかがね、ここにつまみがあって、あとちょっと、トリムのね、つまみなんかで、調整できるのでいたしますね。はい。ちょっと、左にね、寄っちゃってますので、こっちだな。はい、これでね、ここの今ね、スターリングトリムの方ね、調整しました。あとね、アクセルなんかも調整できるのでね、さすがやっぱりちゃんとしてますね。はい。じゃあね、置いていきますね。スタートがこちらになりまーす。それではね、早速ね、ちょっと楽しみなんですけど、動かしていきたいと思う次第でございます。映るかな？初めてなのでね、こういう動画にするのね。はい。じゃあ、走らせます。見てね、このサスペンションの動きとかね、後でね、アップで、やりますので、とりあえずね、このコースをちょっと制覇してみようかなと。面白い、足がよく動く。こうやって私ね、低速でね、こうやって走らせて、まあ、ステアリングのね、ステアリングじゃない。この辺今、すごく縮まってるじゃないですか。ホイールとかフロントが伸びてるでしょ？その、なんだろう、バネをね、見るのが好きです。結構本格的に遊べますね、これ。で、十分なね、トルクと、あと、あ、やばい。やばい。ちょっと、レイアウトが失敗だったかな。ちょっと、あっちの方に、ね、見えなくなっちゃったね。じゃあね、下の段から行こうかな。こっちからね。ちょっと、ずっこけそうだね。これね、結構ね、やっぱね、あ、怒りそう、怖い。うわー、怖い。やばい。おー、わーやばい。うわー、ちょっとー、いきなり落として壊したくないよ。あー、ちょっと怒るな、これ。これ、ごめんなさい。ちょっとね、バックさせていただき、バックでも怒っちゃうかな。で、サーブもね、十分なトルクがあるので、負荷がね、あー、怒っちゃった！あらー！負荷がね、かかっても、十分ね、いけます。ね、もう一度チャレンジ。よいよ。ああ、楽しいな。あれ。もう一丁。これね、自宅でできるので、結構ね、こういう、私以前10分の1のクローリングとかやってるときは、海辺のこういう岩場のとこ行ったりとか、したので、夏とかはね、暑くて、で、冬は寒くてね、まあ、自然との戦いみたいなとこもあったんですけど、こうやってね、お家で楽しめるのがあったら最高ですよね。これはね、ちょっともう私ね、毎日やっちゃう。この辺の山、ここせ。また、ああ、怖っ。まあ本当はね、撮影じゃなければ、もっと下の方でね、やるので、まあこんな派手には起こんないと思うんですけど、まあね、今回ちょっと撮影を兼ねてますのでね、あ、ここ倒れちゃうな。おー、こういう微妙なところ、ライを攻めるのが好き。あらじゃあちょっとこの辺に置かさせていただきますね。ちょっとこれは難易度高かったですね。じゃあね、ちょっと上の方から行こうかな。うん、こっちの方から行くと、いけそうな気がする。うん。ここがちょっと無理か。あー、ちょっと、谷になってるので、あ、でもいけそう。
おお、あー、怖い怖い怖い。結局ダメだったね。ちょっとね、コースが難しすぎましたね。ね、コースがハードだったので、ちょっと平らにしました。で、一周ぐるっとね、していきたいと思います。それがね、終わったら今度アップでね、まあ、このサスペンションの伸び縮みとか、そういう具合をね、ちょっと見ていこうかなと思います。あー、ちょっと。楽しんでる人たち何回もね、チャレンジして、こうコース取りも大事で、そういうとこ見つけていくのもね、楽しみの一つですのでね。ほんとね、思ってたよりも、このサーボのトルクがあって、まあ、あとは壊れなければいいんですけど、結構ね、サーボは、まあ、10分の1の時もそうだったんですけど、壊れるんですよね、こういうやっぱりクローリングって結構負荷がかかるので、もう何個もね、サーボは、ダメにしましたね。ハイパーサーボでもね。ハイパーサーボって言わなかった。おお。いやー、面白いね。おお。一周できるかな、今度は。いやー、いらしい。で、さすが強将らしくてね、ボディの造形はね、とてもいいものでしたよね。パーツがね、別パーツになっていたりとか、よくね、ラジコンのボディって、なんだっけ、ポリカーボネートって言ってね、透明のもので塗装がされていて、なので、おー、この辺見てこれ。あんま映ってない。おー、今すいませんね。はい。あー、ちょっと乾燥したい。乾燥したい。おー、ギリギリ攻めております。攻めております。だから、こういうことが、以前のミニッツのオーバーランドだと 2WD だったので、なんかいまいちだったんですけど、まあほんとね、やっと 4WD がね、発売されてもう山田ね、もう5万円なんでございますね、これね。はい。じゃあね、ちょっと一周終わりましたので、今度ね、アップの方でね、あー、おかしいね。アップの方で、足回りをね、見ていきたいと思います。ではこのぐらいで見ていきたいと思いますね。さて、ここは無理かな？ちょっと無理かな？開いていっちゃった、コースが。ちょっと段差が強すぎるね。ちょっとごめんなさい。もう一回。これもうちょっとこうやって、重ねる場所が悪いか。なんだかな。ああ、ちょっとね。こんな感じでやってみようかな。はい。じゃあ、もう一回。サスペンションのね、伸び縮みなんかを見てくださいね。今ここがね、すごく縮まってますよね。で、リアがね、開いているんですから、今度ね、リアに今度負荷がかかってくると、リアがね、こうやってね、サスペンションがね、縮まって、フロントが伸び上がるというね、こういうのを見てるのが、私好きで、いいですね。うわー、またね、フロントに負荷がかかると、今度リアが伸びて、フロントがね、こうやって伸びていくみたいな感じでね。あー、面白い。で、結構いろんなね、見どころビューがね、見どころの角度があって、まあ、例えばね、リアから見てもいいですよね。こういう風に、左側のね、サスペンションが縮まってて、右側のサスペンションが広がってるっていう感じのね、こういうバランスを見たりするのがもうね、山田大好きですね。おー、面白いなぁ。おー、面白い。で、もちろんね、もう一回ね、ちょっとね、ミッツ 4x4 ね、買われた方ね、強くね、このコースをね、なんでしたっけ、これね、名前が難しいですよね。ミッツ 4x4 スタッカブルテレインね、購入することを強くね、お勧めします。これ、後からになるとね、結構買えなくなるんですよね。以前ね、ヨコモの、ミニクロね、が発売された時も、こういうものってね、発売されてるんですけど、後からね、入手しようとしても、なかなか入手できなかったりするので、今がね、やっぱ買い時だと思うんですよね。で、ミニッツってね、結構ずーっと定番でね、タミヤの CC01 とかね、そういう、なんだろう、パーツ供給とかも、まあ、悪くはないんですけど、途切れることがあるので、あと、今回のようにね、なかなかね、手に入らない方もいたようで、ちょっとね、もどかしさを、ちょっとね、感じる部分ありますよね、タミヤよりはね。おー、サスペンション効いてるな。あとタイヤ、まあ、クローリングってね、結構ね、タイヤの柔らかさとかが重要で、やっぱりね、柔らかければ柔らかいほど、柔らかければ柔らかいほどね、吸い付きがいいというかね、登っていく塗板能力がね、強いですね。あとフロントのね、ビューも見ると面白いですよ、これ。あ、ちょっと難しすぎるから。もうちょっとこう、詰めないとね。向かってる感じもいいでしょ。
もっと、感じで、もっと、こっちの方から、この辺のビューがいいと思うんですよ。こうやって、フロントが、こうやって、ほら、あ、いいっすね、こんな感じ。おー、はぁ、こちゃこちゃこちゃ。ちょっとあれだな、角度が。これ、こういう風にするといいかな。こうするとね、この山肌をね、登ってくる感じがね、見れてね。で、デフロックが効いてるので、勝手にタイヤが曲がってバックしたりとか、そういうことがないですね。これ、多分、ギアでね、逆回転しないようになってるんだと思います。10分の1とかもね、そういう風なね、機能があって、クローラーね、それがないと、もうまともにね、まともに走らなかったりするのでね、まあ、それは最重要なね。おー、これ倒れないよ。おー、いった。いやー、面白いなー。これがね、まあ、今はちょっとまだ寒い時期なので、部屋でね、ぬくぬくしながら、遊べるとなると、もうね、楽しくてしょうがないですねー。で、今、ずっと結構ね、こうやって走らせてるんですけど、まあ、電池の持ちもね、そんな、めちゃくちゃ悪いわけではないので、まあ、130モーターかな、これついてるの。なので、まあ、そんなに電池は食わないと思うんですけど、まあ、私はね、ダイソーのこれ、今回充電池を使ってますけど、まあ、もちろんね、アルカリ電池でもいけるので、まあ、ダイソーなんかでね、100均のアルカリでもいいかなと思いますね。で、まあ、クローラーのね、まあ、最大のね、なんだろう、一番いい格好っていうのが、やっぱりね、片方のフロントをこういう風にね、潰して、こう、リアはね、反対側のね、こっちが縮んでたら、こっちが縮んでる、この格好がね、やっぱクローリングマニアとしては、私としてはね、これがまあ一番絵になるスタイルだなと思ってるんです。こっちがサスペンション縮まってて、フロントはこっちが縮まってるね。反対側にすると、リアにすると、まあフロントのね、こっちが縮まってて、こっちがね、なんだろう、こう縮まってるっていう、こういう感じを見るのが大好きなんですよね。はい。あとね、このホワイトボディなんかも出てるので、リペイントしてね、まあ私ホワイトのミニカー好きなので、ホワイトのミニカーにして、ここヤマダモータースのね、シール貼りたいなと思ってるんですけど、ホワイトのね、買おうと思ったんですけど、もう売り切れでね、入手困難ですね、今。なのでまあ、そのうちね、まあ入手で、次のロットでね、入手できるときはね、購入して、ちょっとね、色を塗ったりとか、そんなことしてね、遊びたいなと思っております。あー、溶けた！もうやー。まあそのぐらいでは壊れないと思うんですけど、まあね、ほんとね、10分の1の時はね、もうほんと山肌を登るね、楽しくて、もうゴロ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 ね、転がってボロボロでしたけどね。まあちょっとね、今までこういうクローリングね、やったことなかったよっていう方ね、ちょっと今回の時にね、ちょっと興味が出ていってね、このね、ミニカーもそうですけど、こういうものもね、同様に発展していったらいいなと思いますね。横もなんかでもね、最近横ものはどうなんだろうね。おーはい、てなわけでね。あとね、最後にちょっとやりたかったことがあって、まあ、これ、今回、これで、クローリングの方は終わりにしようかと思ってるんですけど、ミニカーをね、このちょっとジオラマに見立てて、並べたらかっこいいんじゃないかなと思って、こうやってね、これ64分の1。まあ私ね、まあ初めてね、ラジコン関係からね、見て くださった方はね、ちょっと知らないと思うんですけども、こういうね、64分の1の、これ多分、これ24分の1かな？ミニッツはね。まあ64分の1のね、こういうミニカーも置いてもね、この、名前が覚えられない。スタッカブルテレインね。何なんだろうね。なんかどっかの言葉だろうから、スタッカブルテレインね。なんかは、こうやって、1枚ね、こう持ってると、こういう風にしてね、ジオラマとしてもね、使えるかなと思って、とてもね、楽しいんじゃないかなって今思ってるんですよ。もうね、こういう 4WDK をね、並べ始めちゃったらもう止まらなくなっちゃうんですけど。はい、こういう風にね、これね、サファリの全長のパトロールだよ。これがランドクルーザーの40ね。で、これがね、ジムニーシエラで、これジムニーシエラですね。これがね、ミニッツ 4x4 にもあるジムニーシエラのね、キネティックイエローね、これハンマーね。あと、そうね、あとビッグタイヤね。ビッグタイヤなんかも面白いんじゃないかなって、こういう風に。ほらこれね、ミニカーを並べるのにも使えるなと思って、まあそれもあってね、今回ちょっと購入してみました。いかがですか？なかなかいいですよね。はい、どうもね、ご視聴いただきましてありがとうございました。今回ね、とてもミニッツ 4x4 ね、楽しくて、
満足しました。はい、こちらね、ミーツ 4x4 スタッカブルテレインもね、揃えるととても楽しいクローリング生活ができるんじゃないでしょうか。それでは次回の動画まで、バイバイキン、幸せや。足元にミニカー絡みつく、ミニカー P38、 この手のミニカーに山田賛成、あれ山田モーターあーす。